厳しい日差し照りつける広島市中区です。連日続くこの酷暑、なんとある記録を更新してしまいました。気象庁によりますと、今日午後1時時点の広島市中区の気温は 35.9 度を記録。これで35度以上となった猛暑日の日数が29日となり、2018年の28日を更新しました。猛暑日、今日で29日目なんですけれども、過去最多を更新してしまいました。嬉しくないかもしれない。いやもう異常ですよね。外で遊べないですね、子供が。明日以降も多分暑いけど、どう思う？きつい。暑すぎて。暑さをしのげそうなこの水場なんですが、誰もいません。どうですか？ぬるいですか？冷たいですか？ぬるいです。お湯県内では今日すべての観測地点で平年を上回る気温となりました。